はい、皆さんこんにちは、ロブノズです。ガンバ大阪で参加を目指すハッシュタグ14やっていきましょう。今日はね、僕が現地に行ったですね、アウェーの名古屋グランパス戦ですね。リアルだと 0-1 で負けて、はい、結構きつかったですね、この試合見るのは。あとあれですね、アップの時のちゃんとがなかったのもこの試合だったと思います。ということで、今日の試合やっていこうと思うんですけども、フォーメーションですね、まあ、ちょっと怪我人がまあ多いという部分も含めて、まあどうしようかなという感じなんですけれども、杉山万全ではないというふうに言われているので、ちょっと出して怪我されても困るので、ここは一旦中村次郎をあのウイングで起用してみようかなと思います。そしてメシノがね、若干この色の違い分かりますかね、このハートの部分の色の違い、ちょっと薄いんですよね、これ多分ね、若干疲れてるんだと思うんですよ彼。なんでここに山見入れます。でトップ鈴木武蔵で、で同様にこれダワンも多分そうなんですよね。ちょっとこの試合3位名古屋との試合なんですけど、ちょっと休み目で戦わせたいので、ゴールキーパーも東口にしてやっていこうと思います。はい、そうですね、ハンナリクもちょっと体力あれだし、佐藤優太も疲れてる、怪我してるし、黒川も怪我してますし、ネタラビも微妙、塚本大はいけます、石毛もダメみたいな、まあちょっともう結構ボロボロなんで、この今チームがなんで、まあちょっとセンターバック2人もきつそうなんですけど、まあこれは一旦頑張ってもらう。ダワンどうしようかな、ちょっとダワンも出します、ダワンも出します、ダワン出しでやっていこうと思います。はい、先日ここら辺に関してはもう前回と同じでいきます。はい、では試合やっていきましょう。いきなり高尾、ちょっと現状の順位表というのを確認するとですね、名古屋が勝ち点、これ今試合中 0-0 の状態で22なんで、まあ、21とガンバ24なんで、まあ、差は3だと思うんですよね。まあ、得失点の差があるんで、まあ、勝たれても、だから負けても首位を譲ることはないと思うんですけれども、まあちょっとね、勝ち点並ぶっていうのは嫌なんで、ここはせめて引き分けでなんとか持ちこたえたいところです。このメンバーなんでね、まあ厳しい部分もあるかもしれないですけど、ただまあ逆に言えばね、彼らからすればチャンスなんで、これここで活躍すればね、試合どんどん出していきたくなるんで、頑張ってほしいですね。さあ先発起用中村、どこまで、おっと鈴木武蔵倒されたな、今中谷かな、 PK やってもおかしくない。 OK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 、 これはいや、これはもう鈴木武蔵に蹴らせましょう。はい、彼が倒されたんでね。さあここで先制点取れた、大きい、頼むぞ。危ねえ先制、なんとか触られたけど先制しました。これ当たってるよね、危ない、なんとか先制です。本当にあともう守りきるでもいいんですよ、ね、さあいいね、中村翔、山本力と、あ、山本勇気、間違えた。さあ倉田打ってもいい、おお、追加点、これは
また倉田の右足だーが炸裂ですね。マジか、名古屋相手に 2-0 か、思ってなかったな、こんな展開。あ、やばい、危ねえ。ちょっと東一歩も動きてなかったけど大丈夫か。さあこのリード 2-0 のままハーフタイム迎えたいね。おっと、さあ中村城、自分で行ってもいい。高尾、ああいいパス、山間に倒れてる、大丈夫か、中村城だ、うお、マジか、先発起用ズバリですか。中村次郎、高尾のクロスから中村次郎、ちょっと山見大丈夫かな、よく決めた。あー、山見負傷です。ちょっと福田優也入れようかな。うん、よし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 、前半で 3-0、 シュート3本で枠内3本、すごいね、決定率 100%。 おっと、中村城怪我だけどちょっと頑張ってもらおう。後半からダバン下げてもいいな、次浦和戦もしっかり出てもらいたいんで、この展開だとダバン下げても勝てると信じたいが、あーまずいまずい、危ない危ない危ない、前半はゼロでいきたいよ、頼むよ頼むよ、やばいかも、危ねえ、オッケー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 、ちょっとダワンもう疲れてるんで、ダワン交代で山本リフト入れます。セントラルミッドフィルダーだったらいいんだろう、あーボランチだとアンカー結構ボランチか、アンカーの役割がいいらしいですけど、これはちょっと守備的ミッドフィルダーのこう2つ並べるか、まあ、あとはいいかな。センターバックの2人もね、ちょっと疲れ見えてますけども。まあ、なんとかなると信じて。ダワンは温存という形でね、後半から山本リフトへ行きます。おっと。中島は怪我してるけど、コーナーキック。しっかり跳ね返してほしいけども、まずい、あー野上にやられた、ちょっと中谷スカウト&ショートリスト追加で、今日がですね3月25日なんですけれども、ちょうどあれですね、岩田戦に見たい、うわあれ中村次郎やる、もしかして、おお、これは杉山中村次郎どっちも活躍しちゃうと困るな、いい意味の困るですよこれ。4-1、あれ何の話じゃない、あそう、ジュビロに2対1で勝ってガンバ今年強いんじゃないかって期待してるところです今は。で、移籍もね、ウィンドウがもう3月25で閉まるのがもうソロだと思うんで、もうこれ以上の移籍ないと踏んで、
もう移籍はないだろうということで、まあこのシーズンね、現実同様の移籍をしていきたいと思ってるので、来年はね、中谷を、まあフリーじゃなくとも獲得したいですね。フリーで獲得できたら一番なんだけどね。ただこのゲーム、現実と違ってね、選手の契約更新異常なスピードでやってくるんで、まあ、ちょっと厳しいかもしれないですね。やばい、山本裕貴が限界迎えてるけど、ちょっと交代できる選手がいない。本業は笑顔と変えます。タコがちょっと怪我してるって言われたんで、柳沢入れます。あとは一旦保留。倉田は交代させる選手が、メッシのも、スリアも真ん中はいまいちだと思うんで、このままで。オッケー、勝ちやした。最高にしとこう、これも。いや、このメンバーって言ったら失礼だけど、本当に怪我人が多い中でね、こんだけ勝てるんだったら本当にありがたいよ。山見、6から9。来週の試合出れない。高尾6から9。これも来週の試合出れないと。はいはい。なるほどね。まあまあまあ、誰かしら出れるでしょう。ちょっとあまりに怪我人が多いが。さあ、順位表です。ちょっと浦和がね、圧倒的に試合数少ないんで、ちょっと怖いけども、とりあえず、上位陣の中では頭1個抜けてますね。勝ち点差が5、2位と勝ち点差が5あるんで。中谷がね、ここを見たら分かるけど、1月31なんだよね。ということで、浦和戦まで。おっ！だー、マジか、これ。ダワンも怪我して、やばい。野戦病院とかしてる。これはまずい。ここで浦和叩いとかないとね、彼ら3試合ぐらい少ないんで。2試合か。というところで、今回は終わろうと思います。動画外でね、移籍選手の、ちょっとスカウトとショートリスト追加しとこうと思います。ということで、名古屋に4対1で勝ったというところで、終わります。では、さよなら。